くらいにしといたるわ。相互の困る顔、もう見飽きた。帰る。バイ。まだ持ってる。あの石、誕生日に買ってもらった石、まだ持ってるから。これからもずっとこれ持っていくから。翔吾くん？何してるの？うん、どうしたの？そんな格好で。それが、その、裸足で廊下に出てることと関係あるの？あるよ。翔吾くん、私苦しい。翔吾くんには私の知らない翔吾くんがいっぱいいる。それは彼方さんは知ってる私の知らない翔吾くんだよ。そういうとか、まあね。口癖も会話も行動も好みも、二人は同じものをいっぱい持ってる。二人の思い出の断片を見るたび、彼方さんの影がよぎるたび、いろいろ嫌な想像しちゃって、いろんな思いが押し寄せてきて、苦しいの。苦しくて辛くて、胸がバラバラになっちゃう。
ゃ。ショーゴくん、いや、ショーゴくんは、私の好きなショーゴくんは、私の知ってる大好きなショーゴくんは、自転車を飛ばしてパッと問題を解決しちゃう、そんなショーゴくんだよ。
ほら、見て。クリスマスの準備してるよ。公園の木にも、商店街のアーケードも、こっちもあっちも全部。覚えてる ?3 年前。もうすぐ4年か。4年前。あの時この場所で、兵庫にも覚えていてほしいって言ったよね。あ、見てて。きっとテストするよ。ついた。どう？で、私の好きなガトン・ヒニココのライブ一緒に見たね。その帰り道、この千早駅でこのイルミネーションを眺めたよね。そう、イブの夜。北まといの駅で正吾と別れた後、ポケットにあったはずのこれがなくなっているのに気づいて、一人で探しに戻ったんだ。うん、どこで落としたんだろうってめちゃくちゃ焦ってね。結局この場所に落ちてた。イルミネーションのおかげでキラッて光って、だから見つけることができたんだ。その時もこうやってイルミネーションの光を反射させて、ほら、すっごく綺麗でしょ。でね、思ったの。きっと神様はこの光景を、この光を、この瞬間を見せるために、私のこれをちょっとの間だけ行方不明にしたんだって。私がこうやってこれを指の間に挟んでいた時、後ろから肩を叩かれて、まーた落としちゃったのよ。その肩を叩いた人と、そうね、小1時間くらい探したかな。今度は植え込みの中まで転がっててね、ちょっとだけ苦労したけど、でもちゃんとやっぱり見つかった。だからその時決めたの。これは私にとって本物だって。
間違いなくこれは確かなものなんだって。うん、そうだよ。だってその肩を叩いた人が今のモデル事務所の社長だったの。うん、だからね、その巡り合わせの運命にかけてみたくなったの。まあそんなに楽しいことばかりの世界じゃないことはすぐ分かったけど、それでも簡単には投げ出したくなかった。今日の服で君と明日も過ごしたい。